から強い時の不動産みたいな感じですね、イメージは。本当そうだと思う。うん。だが稲見、小祝、まあ、あとはね、そのレイチェルとか工藤遥香なんかも注目して、うん、そういうとこ見ると面白いかなと思う。うん。男子は？男子誰だろう。だからまあ来てるのね、中西直人とか。ああ、うん、直人。ナオトなんてあの GC クワッドでさ、この間パッと来て、うん、ケイトさんちょっと見てくださいよ、ちょっとドライバーどうですかねっつって一発目パーンって言ったら333ヤード。そうですね。すげえ。うん、一発目すげえ飛ぶよ。で、うん、たまたまナオト来てるよって言われて僕行ったんですよね。うんうんうん、で、お疲れって言って入って一発目見てよサトシこれみたいな話をケイトさんに言われて333だよ。うんおーはいみたいな、はいじゃねえよみたいな、すごいよ、何かみたいな顔してますけど、そんなすごいっすね。で、いやすげえ飛んでんな直人って言ったら、いやいやいやそうなんですよ、最近ちょっと飛ぶようになってやっとチャンキムさんの30後ろになりました、うん、言ってましたねマジでチャンキムは本当ボール落っこすんで333でチャンキム30前にいるって意味が分かんないよね。あ、まあ、そうだ、すごくない。うん、やっぱ男子の魅力って飛ばしだよね、うん、だそこに対抗するそういう慎吾さんとかさ、うん、ね、要はもうベテラン勢ですよ、もう正直ね、飛距離では結構なんだ、まあ劣るっちゃ劣るよね、そりゃ。でもここに来て20ぐらい伸びたって慎吾さん言ってましたよね。やっぱりそうでしょ、すごい変わってると思う去年から。俺ね、うん、去年の11月住友ビザの連覧、慎吾さんと行ってましたね。そうだよね、行ったじゃん、うんうん、俺はその時慎吾さんと初めて回ったわけ、うん、で多分皆さんもそうだと思うんだけど、うん、片山慎吾プロイコール飛ぶってイメージ持ってる人多分誰もいないと思うの、うん、いない、どちらかというと曲がんない、曲がんない、正確に距離を刻む、正確に距離を刻むって感じだと思うんだけど、うんうん、あのね、僕自分がやっぱ何10年以上小田原のメンバーだから、うん、あのバンカー越えるとか、うんうん、あそこまで飛ぶとかっていう、うんうん、で分かるわけじゃない、うんうん、あのね、どのプロよりも飛ぶ。ああそう、うん、ああそう、あのまず一番びっくりしたのが、うん、太平洋御殿場まず1番、うん、あの打ち下ろしの打ち下ろしの左の、はい、うん、あれ左のバンカーの上ポーンって打ってったの、うん、で左のバンカーって実はね、キャリー290必要なの、越えるのに、うん、俺ね、スコーンって越えて、うん、一番下の段まで行ってたの。お池の下の一番下の段まで行った。はい、あそう、あれキャリー290を超えると、うん、下り傾斜がポーンって行って、あの平らなところまで落ちるんだけど、あれね、300は普通に全然打ってないと、うん、あそこの位置に絶対行かないの、うん、で日本人のプロゴルファーであそこまでポーンと落ちる人ってあんまり見たことないで、スントンビザとか見てても、うん、もう慎吾さん普通に行くし、うん、で3番の上りのパー5あるでしょ、うん、で550でずっと登ってるから、うんうんうん、実質600ぐらいあると思うんだけど、あそこね、2度でグリーン面まで届くんだよね。はぁ、だからびっくりしちゃって、えいや、そうでしょう、うん、だからその去年からその取り組んでるやつで相当変わってると思う、うん、だって俺正直ね、うん、周りまで俺の方が飛ぶって思ってたから、うんうん、全然答えなかった。ああそう、うん、あでも僕に言う言葉が面白くて、吉田さん俺もう6番いらないと思ってました、アイアンそんな飛ぶ人が6番アイアンいらないとか言うからすげえ面白いなと思って。でもそのぐらいやっぱりあの簡単にゴルフをしようとか、その考え方でゴルフをしていくっていうのもやっぱ面白いなって、それこそそれだけ飛ぶ選手の中に入っていくと、じゃあセッティング変わってきて硬くしよう速くしようっていうセッティングの中でボールを上から落とさなきゃいけないとか、そういう過酷なコンディションになってくると、もう6番アイアンがいらないっていう。いやでもね、実際俺ね、回った時に6番のユーティリティ入れてたの。はい、で6のユーティリティって難しくないですかって聞いたの、はい、言ったらね、佐々木さんっつって6番のユーティリティは、ね、素晴らしいんだっていうことを説明してて、うんうんうん、何がいいって、うん、6番ユーティリティってロフト30度ぐらいあるでしょ、うん、そうですね、これチッパーと同じロフトなんだよって言ったの。へえ、
だから、あれを旗見てチョンって打つと、チッパーと同じくらい寄るんだって。アプローチで使えるって。アプローチでめちゃくちゃ寄るんだって。へぇー、 6U としても使えるし、チッパーとしても使える、これ15本と同じでしょって言ってたの。へぇー、すごいな。だから、やっぱり毎日ゴルフのことを考えてる人は頭もいいなって思った。すごいね。すごい。だその引き出しがやっぱり多い。そのアプローチ一つにしても、だいたいじゃあ例えばグリーン周り20ヤードぐらいに行ったら、もう片山信号エリアじゃないですか、もうそこは。そう。まあ3はないじゃない。そこから3打はないじゃないですか。2下手すれば1みたいな感じになる。でそこのバリエーションの多さが多分誰よりも多いですよね。でもね、俺ね、慎吾さんが一番すげえなと思ったのね、アイアンのショット。すごいよね。寄れない。入射角がいつも行って、あと音もいつも行って、でよくさ表現で生きてるボールとかよく言う表現があるんでしょ。慎吾さんのアイアンショットってボールに自分がこういうボールを打ちたいって意思がちゃんとボールに伝わってるの。スピン量とかそういうの含めて、だから飛んでるこのピューンっていう様がよく糸を引くボールとかよく表現があるでしょ。もうね、慎吾さんのアイアンショットってピューンピューンってもう全部同じなの。でちゃんと芯で捉えてるから横風とかチョンって吹いてても全然ボールよじれないの。で俺とかチョンってシューってすぐ回っちゃうんだよ。全然違うの、やっぱね。すごい分かる。分かるでしょ。俺もなんかその合宿とか行ってて、まあ練習場でバン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 打ってくるわけよ、でもあの人あんまりフルスイングしないで自分がやっぱり取り組んでるところとか直そうとしてるところばっかりずっとやるんだけど、それでなんとなく感じつかめてきたら自分でこうやってポーンって打ち出すわけよ、でフルスイングでできてるかできてないかなとか、ああまだだと思ったらまたやり直すみたいな、そんな感じじゃん、でバーンって打ってて、ある時にあっとか言って携帯ショット見てできたみたいな、ちょっと今見てって言って打った時の65ヤードぐらいのショットが、もうねピンに向かってヒューッつってピンに向かってこうっていくの、もう毎回同じ高さの毎回同じスピン量で、毎回同じことをバンバン打つ、あ来た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 みたいな、全部一緒でもなんかずっとくっついてこうやって、こう回してるぐらいの引いてるって、うわすこの感じだみたいな、向こうからこうやって、こうやって巻いてるみたいな、そうそうそう、ほんとそういう時だ、あの人あみたいな、あれ入っちゃうととんでもないよ多分、美しいよね、美しい、いやだって練習場で見てても、とんでもないあの何気ないボーンって打ってるボールが全部同じ方に行くじゃないですか、あの凄さってやっぱり見てほしいですよね生で、そうだね、はい、なんだろう、見る価値のあるプロゴルファーっていうところって本当にこう、まあ、少ないと思うんですけど、練習場って結構変な球打つプロゴルファーとか実際いるじゃないですか。いるね、はい、お前もう本当にプロかみたいな、でもあの試合に入ると集中力バンって出してきて、うわあんな球打ってたのにこんな球打てるんだみたいな人もいるんですけど、なんだろう、練習場から見る価値のあるプロゴルファーってやっぱああいうプロゴルファーなんでしょうね。ちなみになんかアマチュアの方がこう見てる方とか、プロゴルファーってミスショットしないと思ってる人結構いるじゃない、プロも結構ミスショットするじゃん。全然しますよね、全然する、全然しますよね、シャーとかするよ、それこそ本当にあのオールパートナーのプロが出た時に、俺の前で練習してるプロがシャークしたの、ビシャーっつってでもアマチュアってさ、俺もそうだ、俺もシャークマスだから、ちなみに俺ゴルフパートナーシャークで OB 言ってるんだけど本当そう、で絶対待ちでシャンクしちゃうと、次打つボールで絶対フェースですよね、バーンって打っちゃう、怖いから、バーンって左行くでしょ、でもプロってさ、シャンク打ってもさ、次ラッチショットなんだよね、あれなんで？すごいよね、なんだろうねなんで？なんで？なんで？怖くないのかな、自分のメカニズムをちゃんと理解してるんじゃないですか、怖くないんじゃない、だからなんでシャンク出てるかわかるから、あ、やっぱり今ちょっとこうなったな、だからこうだなっていうのが分かるから、多分アマチュアの人はシャンクを直そうとしちゃうわけ、何が何でシャンクか分かってないから、だから小手先でキュッてやっちゃうみたいな、多分ケイタさんみたいなコーチが常にいて、それこそ
あのまあ、練習から多分シャンクは出てるはずなので、うん、原因をその都度その都度言ってるじゃないですか、うん、多分それが頭に入ってるから、うん、あじゃあ今こうなったんだな、うん、が理解できて、うん、じゃあそれをやらないようにしようが、うん、シャンク防止になるからないでしょ、うん、基本シャンクってやっぱり1ヶ月近く治んないから、へえ、シャンク27ってへえとか言っちゃったへえを返せ俺のへえ俺のへえを返せシャンク27でしょ、うん、1ヶ月近く治んないんだよ、うん、大丈夫乗せられやがって本当ですよどうにかしてくださいよ自由すぎるよこの際畜生、うん、いやいやあなたが俺あなたがね俺がそう俺そう自由すぎるんだよ俺であの、うん、この回とかじゃなくて、うん、いつもだよあそういつもだよ、うん、そうみんなさちゃんとさカンペ守ってカンペなんかあったカンペ守って一生懸命書いてもう喋ってくださいよそう、その前の話飛ばしちゃったから、うん、ほら声だからほらどんな話したいですかっていう司会がこれやんないとダメじゃんほら飛ばしちゃったなんでもう飛ばしちゃったから、うん、本当にもう締めてくださいになっちゃうから、うん、そうだよとりあえずじゃ締める、うん、まあ、また今度また今度また今度次回もですね、たくさん楽しいお話が出てくると思いますしまたこういうお話をどんどん深掘りして、マニアックな方にマニアックな方に行き過ぎてますけど、はい、またこういう話を続けていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。止まんねえなやっぱり仕方なんて死んでたら無理なんですよ誰も